こんにちは。東京都渋谷区恵比寿で開業しています橋本歯科、橋本です。これは奥歯になりますが、上から見ていますが、第9歯になります。それでかぶせてある、歯が取れ、そして、この歯を通常は抜歯というふうに言われますが、この歯を根管治療をします。皆さんこの歯、こういうような歯があると、もう諦めて抜歯と言われたらもう仕方ないと思われるかもしれませんが、まだ残す価値はあるわけです。そして橋本歯科ではこのような歯を残す努力をし、このような歯を治療することを得意としています。ここの間から患者さんが膿のようなものが出るということなので、今綿、これは綿球になりますが、綿を水で濡らし、そしてピンセットにて歯肉を圧迫します。そしてどこから出るのかを確認します。通常このような歯はさっき言ったように抜歯になります。この虫歯があるじゃないか、そしてもう歯が入らないから早めに抜いた方がいい。抜かないと歯茎がどんどん悪くなり、そして骨がどんどん溶けて、中には顎の骨まで溶けてしまうと言われる方もいますが、溶けるのは歯槽骨までで、顎骨まで顎の骨までは溶けることはないと思います。そして上がないのですから、この歯自体は自由に動けるわけで、残す価値があるわけです。このような歯を抜歯することにより、入れ歯インプラントという通常のありきたりな説明になるわけです。やはりこれを歯を残してほしい、これで圧迫し、そして痛いかどうか、痛くないかどうかも確認していきます。ここで見ることで一つ大切なことがあります。つまり歯を入れることは治療ではないということです。そして残すことが治療であり、もう一つ大切なこと、それは体の中か外かということを考えないといけないです。口の中ですが、ここは体の外だということです。そして今仮のセメントが詰まっていますね。それをタービンで除去していきます。ラバーダもしてないじゃないかと言われますが、ラバーダもすることによってこれは抜歯になります。そしてラバーダもすることでここに歯肉に傷をつけるわけですから、やはり麻酔が必要です。その麻酔のリスク、そして意味があるかということ、そしてここは体の外ですから、皆さん何がいるのでしょう。体の外です。歯が露出してしまっていますので、外ということは細菌がいるわけです。それを無菌の状態でとよくネットとか書かれていますが、無菌の状態にはなりません。なる必要がありませんし、する必要もないということです。体の外です。歯がある状態、もともとこのように手前のように歯があれば、ここの部分は体の中ですが、一度開けてしまった、削ってしまった、露出してしまった場合、そして神経を取った場合は、すべてこれは体の外になります。外になりますから細菌がいて当たり前なのです。つまり物の見方、考え方、視点が違うので、私はこのような歯を残す意味があると思います。そして麻酔をしませんので、患者さんと会話しながら苦痛な表情を感知し、水が溜まって大変だなとかですね、その辺も見ながら見ていきます。さらに細いバーという器具ですが、ダイヤモンドがついている先端にですね、それで少しずつ削っていきます。天然の歯を削らないようにセメントのみを除去していきます。ある程度いくと壊れますので、それを除去していきます。そして、虫歯と言われたら、これは全て抜歯になります。さっき言ったように体の外ですし、生態はこれを残したからといって別に何ともないということです。事実放置されている患者さんもたくさんいるわけです。そしてそういうような患者さんが来院されますが、痛みがあったですかと聞くと、いや全くないですと、今はどうですかと聞いても、今もないということです。そして今この茶色いところ、そこは少しずつ丁寧に削っていきます。これを全て顕微鏡で行い、残す努力、歯科でできること、そして根管治療、アメリカ、ヨーロッパ、そういうところでやられている治療、材料、方法を利用してやりますが、基本的に他の先生と違うところは抜歯という
頭が私の中にはないということです。残してあげる、どこまで残せるかということを考えながらこの歯に取り組んでいきます。バシと言われた方も相談で見えてはいかがでしょうか。治療すること、それには費用がかかりますので、治療しないという選択肢も一つの治療だと思います。そしてこの歯をどう向き合っていくかということも一つ大切なことだと思います。そしてミラーで反射させ、エアーで、水分を飛ばし、そして根管の中を確認し、そして症状が取れるように努力します。